こんにちは、藤田海斗です。いつも、見ていただいてありがとうございます。今日はですね、前回2013年11月27日16時18分ですね、投稿させていただいた、サントリー無料サンプル、セサミン EX の結果ですね、これはあくまでも個人の結果ですので、個人の結果として聞いてください。これはもう各人、いろいろ体型も、病気とか調子とかも年齢も違いますので、その辺を、あくまでも参考、個人の参考として聞いてもらえばいいかと思います。こちらですね。すいません。こっちになっています。これがセサミンですね。これが約1ヶ月分ありました。これは、ちょっと忘れないように毎日テーブルの上に置いて、食卓の上に置きまして、1ヶ月間ですね、約続けて飲みました。その結果をですね、言いたいと思います。このサントリーのセサミン、非常にいいです。もうそれは間違いございません。私がちょっと、どこが悪いということじゃないんですけど、よく自転車とかですね、毎日乗るんですけど、その場合歩くときはどうもないんですけど、自転車乗った場合ちょっと膝が痛くなるんです。その時、これを飲んだからかどうかわかりませんけど、痛みがちょっと和らいだというか、違和感がなくなりました。これはこのセサミンのおかげかと思います。そういうことで、私にとっては良かったです。だけど、個人的な意見としまして、私は、これはいいと思います。いいです。でも、私としては、今のところ、もう膝の治りも治りましたので、なんか、本当はですね、こういう何でもないとき、継続して飲むのが一番いいんです、いいと思いますけど、私は、これ1回でちょっともう、あとは注文しませんでした。皆さんはですね、そういう症状とかがあればですね、本当、これはいい商品だと思います。そして、やはり飲みやすいですね。もう、だけ1日3粒なら3粒、もう、食事するとき、これは健康食品ですので、全然、薬とは違いますのでですね、一応、食後とか食前とかありませんので、ちょっと気づいたときにですね、1日3粒、飲まれたらいいかと思います。私はぜひ勧めます。私は今のところそこまで必要なかったから飲みませんでしたので、来年、今年は大丈夫と思うんですけど、来年、再来年必要になったらぜひですね、このサントリーのセサミン EX ですかね、飲みたいと思います。これはあくまでも個人の感想でしたのでね、やっぱ飲んでいいという感覚は間違いなく受けましたので、ぜひ、飲まれたらいいかと思います。はい。そういうことで、この、サントリーの無料サンプル、セサミン EX の状況で、これで一応終わりとします。本当今回もですけど、最後まで見ていただいた方には本当ありがとうございます。今からももっともっとですね、役に立つ投稿をしていきたいと思いますので、ぜひですね、コメントとかいただければありがたいと思います。本日はありがとうございました。これで失礼します。